今木は、現在の宮崎県海老野市大河平にあった山城。正木委院の領主、北原氏に従属していた大河、平氏の城である。大河平氏は、当初、大河平城を居城としていたが、大河平城は、県城ではなかったことから、北原氏没落後に吉見を通じた、島津義弘により、大河平城と谷を挟んだ向こうの謙遜な丘陵地へ、新たな城を築くよう命じられた。 その結果、永禄五年頃に築城されたのが今木である。標高三百七十七メートルから三百八十六メートル、飛行にして百メートルほどの二つの尾根にまたがって、立地され、三肩を絶壁と急斜面に囲まれた要害である。東方には、南北におよそ七十メートル伸びた四角、その西側斜面に三つの帯狂わがあり、西方の頭頂部に二つの角、その北端の下部に、 D 字型の核、北方には、今木の深谷を挟んだ西にある長野城へと通じる、堀を有した土橋があった。その、長野城との間の深谷の下には、川内川の源流が流れている。また、土塁跡は、一切見受けられない。A67 年5月29日、134名が、守る今木を、伊藤義介率いる専用が攻撃。しかし、あまりの要害のため攻めあぐね。 城主の大河、平隆二へ降伏を勧告する方策を取る。隆二はこれを突っ跳げて、徹底抗戦する。これに吉助は、今木の隣の長野城を落とし、捕らえた城兵により北側が一番攻めやすいと知ると、堀を埋めつつ城を攻撃する。隆二はやむなく城を撃って出て、伊藤勢五百余名を撃ったものの、すべての城兵が打ち死にを遂げた。なお、大河兵士は、 竜二の姉むこみな、虎視六郎座絵門により再興されている。ありがとうございます。